ちょっとね、何をこの、なんで格好してんの、こんな格好して、このスタジオで。もうなんかモーニングがね、うん、忙しい時にリラックスをできるようにカフェを、あ、カフェ、うん、オープンしたんですよ。あ、いいや、楽屋でお茶飲んだから。じゃあ見て、あれ、ティーセットとお花とケーキ。ちょっと待って、お茶入れるね。お、なんかほんとすごいね。どうしちゃったの、彩香、こんなところで。大丈夫？すごい優しい人になった。あ、なんか嫌な感じ。あるわ。なんでなんでなんで。いいわよ、ちょっと。あ、ごめん、すっごいね。うん。なんかいいよ、いいよ。これをね、うん、引いて崩れなかったらケーキが。そう、そうだよね。普通になんて大変だね。知ってるよもう。じゃあ何、これを引けばいいのね。うん、青以外。え、なんで青以外なの？いや、なんかそう言われた。そう言われると青引きたくなるわ。普通にそうなるよね。じゃあいいよ。引くよ。え、こういう引き方って危ないよね、でもね。まあ、いっか。すごいね、すごいね。ね、無理やり。いやっこんなこといいの？いいのが？それはね、英語で言うと。Kiss me。あ、Kiss me はわかるよ。ほんと？あ、じゃあね、それとか、Kiss をちょうだいとかだったら、Give me a kiss。いやー、そんなこと言ったことあんのかい？いやー、もう、こんな格好で言ったら殴られる。見えるけど、ナッチより年下なんで、彩香。ナッチの方がね、幼いよね。すごいね。童顔です。そう、ね、そう、それを練習。はい、いいよ。あ、でも崩れなかったからケーキあげる。本当に？ Kiss me。 Kiss me でしょ。わかった。 Give me a kiss とか。 Give me a kiss。 そう、ナッチが、なんていうのかな、外人の彼氏ができた時にあ、ありえないけどって Give me a kiss って言われるね。キスされちゃう。何入れてんだよ。私も入れてないんだよ。ナッチ、このイチゴが好きなんだよ。それラズベリーじゃない？あ、あ、あれ君はラズベリーかい？